どうも皆さんこんにちは、チャックバスです。今私は、ウエストの36丁目あたりにいて、本日はねこちら見えるかな、キーンズ、ステーキハウス、今回ねこちらを紹介していきたいと思います。今夜の8時ぐらいなんですけども、ちょっと予約してないんですけども突破できるかは分かりませんけども、とりあえず入っていきたいと思います。それでは行ってみます。それではねお店の中に入りました。45分待ちということなので、そこまで、ひどくなそうですね。もっと待つかと思ってたので、こちらも人気店ですからね、予約できますので予約した方が無難かもしれないですね。それではねゆっくり待ちたいと思います。それではねお店に、席にね通してもらいました。45分待ちということだったんですけども、本当に10分ぐらいしか待たなかったですね。いやー、これはラッキーですね。オーダーしてね、しばらくするとこんな感じでパンが配られてきます。こちらはねフリーですので、食べても食べなくても OK です。で今触ったらですね、これあったかいんですよ。いいですね。それはねパンいただきます。ちょっと暗くて見えづらいかもしれないです。中まであったかくてめちゃくちゃ美味しいですね。これはぜひ食べていただきたいですね。それはね到着今しました。かなり大きいですね。でもこちらで一人前となっております。それではいただきます。いただきます。かなり暗いんでお肉は見せれないかもしれません。かなり大きく見えますけども、真ん中にね骨がありますんで、いただきます。うまいっす。ピーター・ルーがベンチャミンステーキとステーキ屋さん回ってきたんですけども、ここのTボーンステーキが切られて出てこないんですね。ちょっと切られて出てくるとね、結構もったいない切られ方をして出てくるんで、ちょっと個人的にはこの方がいいですね。めちゃくちゃ美味しいです。ちょっと暗くてね。お肉をよく見せれないのが残念ですけど。うまいっすね。逃げるかな。ちょっと厳しいですよね。かなりのサイズですけど、気合で食べたいと思います。それではね、会計をして出るところなんですけど、この会計が出てくるこの紙、面白いですね。バッドニュースって書いてありますね。今回は、ビールと、プライムリブステーキで$77.30でしたね。それでは支払いをして出ていきたいと思います。それではね、キーンズのステーキハウス出ました。残念ながらね、食べるつもりだったんですけど、全然無理でしたねいやー、1人分の量とはねちょっと思えないぐらいの量でしたね。他のステーキ屋さんでね2人前一度にいただいたこともあるんですけども、かなり多かったですね。お持ち帰りさせていただきました。いや、こちらね、私ピーター・ルーガーベンジャミンステーキ、そしてこちら利用したことあるんですけども、店員さんの対応すごいいいですね。かなりおすすめとなっております。ぜひね、ニューヨーク来られる方、こちらキーンズステーキハウスぜひ、来てみてはいかがでしょうか。中もね、おしゃれな作りになっておりまして、店員さんの対応もいいということで、まあ、お値段はまあまあしますけども、ぜひね来てみてはいかがでしょうか。今回の動画は、こんな感じで終わりたいと思います。この動画を役に立った方はいいね、チャンネル登録ぜひお願いいたします。私ブログ、ツイッターもやっておりますんで、フォローとチェックしていただくととても嬉しいです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。